株式会社製筆事者は横浜市の伊勢崎町に本社を置く出版社である。横浜市出身の星山健太郎と青森県出身の成田望みの夫婦2名で運営している。星山と成田は大学院で知り合い。星山は法律事務所に勤務。成田は出版社勤務の後フリーライターとして浜レポドットコムなどで執筆活動を行っていた。 伊勢崎モールの玄関口にある1926年に建設されたビルの一室を借り、2013年8月に星羊社を設立。同年12月には、は、また郎を創刊した。会社を設立して間もない頃、夫妻が西区小部長の酒場、時はものマスターから市民酒場の話を聞いたことをきっかけに、また横浜に根ざした。 出版社が少ないと感じたことから、横浜市内各地の酒場文化を中心とした地域史を柱に決め、2013年12月に雑誌はマタローを創刊した。15までは各月間のペースで発刊され、モノクロの表紙と後半印刷の紙面、中戸地の未新製本が特徴であった。酒場で知り合った人が有林道伊勢崎町本店の店長に口聞きをしてくれ。 同店をはじめ市内中区、西区、南区の一部の書店、飲食店で販売された。2015年には、和、ま太郎の10号までの市民酒場企画に書き下ろしを、加えた単行本、横浜市民酒場ぐるりと、を出版。これを機に、地方、小出版流通センターと、出版取り次ぎ契約し、日本全国での流通が可能となった。横浜市民酒場ぐるりと、は、 有林堂売上ランキングで1ヶ月間首位をキープした。は、マタロウは11本以降から明かし、部数も500部から2500部に増やした。読者の想像をかき立てるため写真の使用は控えめにし、代わりに、成田による挿絵を使用している。2017年には、成田の出身地である、青森市の地域情報誌、メゴタロうを刊行。 青森の書店成田本店で週刊ランキング上位に入った。2018年には、野毛町の非公認マスコットキャラクター、野毛山くんの絵本、野毛山くんと熊を観光した。ありがとうございます。